そうだね。お願いします。今年は最高の年でした。ハンデカップでも勝てましたし、日本ゴールドでも優勝ができました。で最後に一番大事なこの金秀の試合で勝てたことが一番嬉しいかな。これ勝てないと大変だったので、そういうプレッシャーがありました。でもここで勝てたので良かったです。